南昌市南昌市の主要な街路81大道。南昌市は中華人民共和国厚生省の省都である。厚生省の省人民政府が設置される。厚生省の政治、経済の中心。2200年の歴史を有し、国家歴史文化名城に指定されている。旧江市、慶徳鎮市などとともに、関陽湖都市群を構成している。家中地域では、 三番目の大都市となる。南昌市は、江生省中部のやや北、高、名塚和下流に位置し、中国最大の淡水湖である、洋湖に臨む。前境、平原を、主とし、西北には、丘陵が起伏する。全市の平均海抜は25メートルである。西部は、西山山脈となり、最高点は、梅霊手法の荒い役法で、 海抜841.4メートルである。河野や景春秋戦国時代春秋時代からは、予想と称され、呉の領内だったが、戦国時代では呉は諏訪に滅ぼされ、その一部となった。全漢紀元前202年、菅の高祖劉法は栄養後菅英に命じて、南昇周辺を中止させた。翌年、菅英は部下を率いて、現在の南昇駅東南約四キロにある。 キアステラあたりに土壌を築き、干城と称した。これが南昌建城の始まりである。その後は与将軍となり、後に干城は南昌と呼ばれるようになった。南昌では昌尾南光吉の意味が含まれている。東東大では甲州と称され、大いに発展し、中国南部の大都市となった。特に造船業、製紙業、印刷業、織物産業、 当時期製造業が発達した。中には、高州洋が有名で、政治の発祥の地となり、後の中国六大名洋となった。当の大宗理政民の弟のリモト、A、がこの地に、東王閣を建て、後は、詩人、王仏の名作、東王閣所によって、広く知られるようになった。幾度も、戦火や火災によって破壊されたが十数回も、再建され、今では、 江南の三大明牢として知られる。五代十国時代南東の皇帝林によって南省府に昇格され、後の961年に南都と称され、南東の首都となった。総南宋に入って、高壮が即位した後の1163年に流行府と称され、中国全土の五大造船都市として造船業がさらに発展した。 近現代1927年8月1日、周恩来、出徳、我流、傭朝、劉白将らが世界を震撼させた武装機義を指導し、南章は中国人民解放軍誕生の地となった。この日は中国の県軍記念日として祝日になっている。六四かつく、三県を管轄する。南章市、編集南章選区、編集、うから見た。 ベニヤナダの景色南章は、厚生省最大の工業都市であり、新中国最初の飛行機、最初のトラクター、最初のオートバイ、最初のミサイルがこの地で誕生した。改革開放以来、飛行機製造、自動車製造、夜勤、電気、宝石、化学工業、医薬品などの工業が発達し、情報産業やバイオテクノロジーなどの新産業も起こっている。 金融業では、家中地域の中心の一つでもあり、近年では、ベニアナダ中央省務区の建設を進めている。東北名和金、東西雲府南昇省北国際空港内部、南昇省北国際空港外関係急線が、乗り入れる南昇駅古今旅客専用線が乗り入れる、南昇西駅開業当時世界最大だった観覧車、南正幸製南昇図書館。ありがとうございます。